杉本博士、杉本博士、杉本博士、1948年2月23日体は日本の写真家、東京都台東区旧岡地町出身、東京及びニューヨークを活動の拠点としている。作品は厳密なコンセプトと哲学に基づき作られている。80の大番カメラを使い、照明や構図や現像といった写真の制作過程における、 技術的側面も評価されている。1976年にジオラマシリーズを制作して、以降、会計、劇場、ポートレート、老人形、恐怖の館、陰影来散、建築など、今日まで制作が続くシリーズを発表し続けており、一貫して個人の存在を超えた時間の積み重なりや流れを捉えるためのコンセプトや方法を模索している。 銀座美容商事という美容院専門商品の卸売商店の長男として生まれ、立教高等学校、現、立教新井座高等学校、立教大学経済学部卒業。立教中学では、鉄道模型に熱中し、鉄道写真を通じて、写真との関わりをはじめ、立教大学では広告研究会に属して、ポスターデザインの制作を行った。大学卒業後、 1970年にロサンゼルスのアートセンターカレッジ・オブ・デザインで写真を学んだ。この間、一旦帰国し、シベリア鉄道経由でヨーロッパを放浪し、ロサンゼルスへ戻る旅もしている。卒業後の1974年にニューヨークに移り、当初は写真家のアシスタントなどを続けたが、1975年から写真作家として生きる道を選び、 自分のスタジオを構えた。翌1976年、ニューヨーク近代美術館の写真部門が、当時週1回行っていた、写真作家が作品を持ち込みキレーターが評価するという、写真持ち込め、面接の日に、最初のシリーズである、ジオラマシリーズの一枚を持ち込み、これが評価されて買い上げられるという栄誉を得た。以後、 ニューヨーク州の奨学金や物件ハイム奨学金など1年単位の奨学金を得ながら写真作品を制作した。奨学金が終了したので生活のために日本の古美術品や民芸品を売る古美術商ギャラリー民芸を当時の配偶者杉本絹江と1978年秋に祖方に開業しニューヨークと日本を往復しながら古美術品を 買い販売する生活を10年ほど続けた。ギャラリー閉店後も古美術の取引自体は1997年まで続け、現在に至るまで日本の古美術の収集を続けており、日本の古美術、古建築、古典文学への造形が深い。1977年、東京の南画廊で初古典。1981年にはニューヨークのソナベンドギャラリーで古典。 妻の小柳厚子が経営する東京銀座のギャラリー小柳に所属し、2001年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞、欧米など世界各地の美術館で個展を開催している。また、内装やの大舞台、神社など建築に関する作品も手掛けている。2009年に高松宮殿下記念世界文化賞、2010年に四樹法賞、2013年には、 フランス芸術文化勲章オフィシェを受賞。2017年文化功労者。彼が渡米した時期のアメリカではメディアにおける映像の反乱により現実が変容した状況が指摘され、あるがままの世界を映すというストレートフォトグラフィの理念の執行やピクトリアリースムの再評価が主張されるなど写真においてもモダニズムが問い直されポストモダニズムが勃興する時期だった。 彼は、ストレートフォトグラフとピクトリアリスムの対立に対して、技法では、構図や、照明の計算により、絵画的な画面を実現し、ピクトリアリスムに接近している。しかし一方で、ポストモダン時代を経験した、ポストモダン以前のモダニストを辞任するなどモダニムの立場に立ち続けている。彼は、真実らしさで満ちている世界では、写真が真実を映し出すことはないとしつつも、 写真には嘘をつかせないというモダニズムの倫理を守ろうとしている。写真に何かを足したり引いたりして、写真に嘘をつかせないために、彼は明らかに人為的で嘘とわかるジオラマや、老人形を撮影したり、陰影さんや、劇場シリーズのように表彰不可能な字を撮影しようとする。最初のシリーズのジオラマでは、ニューヨークのアメリカ自然史博物館の古生物や、 古代人を再現したジオラマを撮った。片目を閉じたカメラの四角の下では、両目で見ると模型だとわかるジオラマが、遠近感の喪失によりリアルに見える、という発見からこのシリーズは始まっている。成功なジオラマを本物に見える、要注意深く撮ったシリーズは、写真はいつでも、真実を映すと考えている観客には、一瞬本物の動物や古代人を撮ったように、見えてしまう。 1999年からのシリーズ、ポートレートでは、マダムタスソーロー人形館にある偉人たちや、有名人たちの老人形を、16世紀の絵画を彷彿させる照明で撮影し、あたかも生きた本人を撮影したかのような作品に仕上げた。これらのシリーズは、白新性を持って撮りながらその写すものは、偽物であるということを示す一方で、時間を超えた存在を写すという主題にもつながっている。 彼の作品シリーズには厳密なコンセプトを立てて、それを実現するというコンセプチュアルアートの影響がある。人間の見ることのできる共通、普遍の風景を模索した結果、海の水平線へと至り、世界各地の海や湖で同じ風景を撮影してくるというシリーズが始まった。会計のシリーズは人類が最初に見た風景は海ではなかっただろうか。 海を最初に見た人間は、どのように感じたか、古代人の見た風景を現代人が、同じように見ることは可能かという問題期を立てている。大判カメラで、すべて水平線が、中央に来るように、空か、海を大きめに撮って、余計な意味を付加させないよう撮影された白黒写真の、シリーズは、同じ構図を延々と繰り返し制作することにより、個別の海という同一性を奪われる。 闇の中の一本のアロウソクが燃え尽きるまでを旅行した。陰影イさんは、光の帯と影だけという写真の最小限のものだけを写し取った。劇場シリーズは映画を撮影したもので、アメリカ各地の古い劇場やドライブインを訪れ、映画上映中の時間フィルムを録行し、その結果真っ白になったスクリーンと、スクリーンに照らされた劇内部が映っている。時間の経過によって、 物語という人為的な不純物の集積が光に蒸発した様が取られている。建築では人類にとって未曾有の体験であり、生活を大きく変えたモダニズムの誕生と展開を検証しようとするものである。世界の記念碑的なモダニズム建築を焦点を無限遠の2倍にして撮影したもので、ぼやけた結果、建築家が現実に妥協した結果付け加わったディテールや、 共雑物が取り除かれ、建築家が頭の中で最初に構想したフォルムだけが残されている。モダニズムの検証というテーマでは、京都服飾文化研究財団が所蔵する、近現代の服飾作品を着せたマネキンを撮影した、スタイライズドスカルプチャースシリーズがある。関数模型では、幾何学を三次元の模型にして、視覚的に把握しやすくした、数理模型。 東京大学総合研究博物館が所蔵する19世紀末から20世紀初頭にかけて模型を撮影している。数学者の頭の中にしか存在しない純粋な合理的思考である関数を芸術的野心なく形にした模型が撮影対象となっている。ライトニングフィールズでは初期の写真術であるカロタイプを途中まで開発していたウィリアム・ヘンリー・フォックスタルボットが フランスのダゲレオタイプ開発に対抗し、電磁誘導の実験を中断して、カロタイプの研究を再開した個人に基づき、電磁誘導実験を21世紀になって引き継ぎ、撮影するというもので、放電現象により性のフィルムの上に像を結ばせたものであ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。